こんにちは、圧力鍋研究家の斉藤亜希子です。今日は圧力鍋に入れて煮るだけ、スペアリブのスープカレーを作ります。これ一皿でお野菜もたっぷり食べられますよ。材料はこちらです。それでは作っていきましょう。お野菜ですが、じゃがいもは丸ごと、これメークインにしてくださいね。玉ねぎは4等分です。人参も大きく4等分にしてあります。縦半分に切って長さを半分という感じですね。それからトウモロコシも4等分です。トウモロコシが入るといっぺんに夏らしくなりますよね。まずお野菜入れていきましょう。しめじは小房に分けてあります。じゃがいもは煮崩れしやすいので最後に混ぜる方がいいですね。そしてスペアリブです。スペアリブはあらかじめ塩とヨーグルトを揉み込んで20分ほど置いてあります。これ余裕があれば前の晩から用意しておいてもらうとより染み込んで美味しくなりますよ。ポリ袋で揉み込むと手も汚れずいいですね。ではこのお肉を入れていきましょう。そして袋に残ったヨーグルトも不満用途なので無駄なく入れましょう。じゃがいもですね。ではここにトマトケチャップとお水2カップです。ケチャップとカレー粉が溶けるようにして入れてもらうといいと思います。ではこれで蓋をして加圧調理していきましょう。沸騰して圧力がかかってきました。そしたらタイマーをセットしますね。の場合は5分加圧をします。その他の圧力鍋の場合は5分から15分の間で設定してみてください。はい、タイマーが鳴ったので火を止めました。このまま圧力が下がるまでしばらく待ちましょう。では圧力が下がりましたので蓋を開けていきます。そして蓋を開けます。じゃじゃん、いかがでしょうか。もうね、じゃがいも煮崩れしそうなぐらい柔らかくなっています。この後火通りの早いお野菜を加えていくので、ちょっとじゃがいも避難させておきますね。そしたらここにナス、プチトマト入れてもう少し火にかけていきましょう。今入れたお野菜に火が通るまで軽く煮込んでいきます。後から入れたお茄子も柔らかく煮えました。これでお野菜たっぷりスープカレーの出来上がりです。ぜひ作ってみてくださいね。チャンネル登録お願いします。ブログもやってますよ。うちごはんラボで検索。